ちむぐくる休憩室スタジオ、皆様こんにちは。始まりました。沖縄県がお送りする YouTube 配信番組ちむぐくる休憩室スタジオスタートです。毎回ゲストをお迎えしまして、今の沖縄を生きる皆様が抱えるお悩みや相談事についてお話をしながら、心の荷物をみんなで半分こできたらなという沖縄県の広報番組となっています。さあ、今回のテーマはご存知ですか、沖縄における自殺の現状となっています。第1回目のゲスト、この方々に来ていただきました。まずはお笑い芸人のまーちゃんさん、よろしくお願いします。ドン、お笑い芸人のまーちゃんです。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ慎一郎とはね、はい、まあ同じ事務所で顔見知りでもあるんですけども、顔見知りっていう言い方が適切かどうかわかんないですけども後輩でございます、私まーちゃんことまーちゃんは、まあ、いろんなことをやってるんですけど、舞台の脚本とかですね、であとラジオとかテレビとかも出演させていただいてますが、私以前がんを患ったことがありまして、はい、で今日はこの経験談をもとにですね、お話できればいいかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ、そしてもう一方は沖縄県保健医療部地域保健課より菊里浩也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、もうまーちゃんさんとは対照的な、ね、落ち着き払った。すごいイケメンだしね。本当ですね。まあでも今日はいろいろとお話聞いていきたいと思いますので、はい、はい、お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では早速なんですけれども、まずは菊里さんにお伺いしたいんですが、はい、沖縄県における自殺を取り巻く現状について教えてもらってもいいでしょうか。はい、ご説明いたします。はい、はい、沖縄県における自殺の現状についてですが、厚生労働省が公表する人口動態統計によりますと、沖縄県の自殺者数は平成23年まで年間300人を超える状況でした。平成24年に300人を下回って以降、減少傾向が続いていましたが、令和3年には前年比42人増加の247人となっておりまして、また令和4年も令和3年と同程度の自殺者数になることが見込まれております。1週間に4人から5人の方が自殺に追い込まれているという状況が続いており、未だに深刻な状況と言えます。以前と比較しての状況になります。はいはい、こちら厚生労働省が公表する地域における自殺の基礎資料になります。沖縄県の自殺者の年代別内訳において、過去5年間を見ますと、特に40代、50代、60代の中高年層が多いことが分かります。一方で20歳未満の、子ども、若者においても自殺者がいる状況で、特にコロナ禍において子ども、若者、また、女性の自殺者数の増加が懸念されているところであります。はい、ありがとうございます。いや、これ聞くとなんかね、やっぱり1週間に数人の自殺者が出てるって、はい、なんか沖縄ってあったかくてね、もう明るくてっていうイメージだけど、結構な感じですよね。そうですね、うん、で周り振り返ってみても、はい、親戚とかちょっとね引きこもってたりとか、なかなか外に出れずに学校に行けないっていう人、まあ、確かにいるなと、うん、まあそこからそれが自殺につながるかどうかちょっとわからないんですけど、どうなんですか、年齢的に見ても若い子が多いとか、はい、ね、高齢者が多いとか、はい、そういうのもあるんですか。やはり自殺者というのは、うん、中高年層に特に多いという現状があったんですけれども、うん、やはりコロナ禍においてやっぱり学校生活でのやはりいつもとは違うような環境に置かれたり、そういった中で子ども若者がそういった悩みを抱えて、うん、そういった心理的な状況の変化から自殺に追い込まれてしまうという状況が、近年見られているという特徴があります。やっぱりこのコロナで状況もだいぶ変わりましたからね、生活も変わりますし、学生の皆さんは僕もよくちょっとね学校で講演会とか行ったりするんですけど、ちょっとコロナ禍に学校の行事、運動会、そして学園祭とかできないから、うん、なんで学校に行ってるかよくわかんねえみたいなね。でクラスではなんかリモートの授業が多かったりとか、だから学校に馴染
めずに卒業しちゃうって子たちもいて、なんかそういう子たちにとっては、まあ、やる気もそうだけど、なんで自分はこう勉強してるんだろうって気持ちになるんですかね。うん、そうだと思います、ね。はい、いやこれちょっとさ、芸人の話もしていいですか。あの新次郎、俺たちのさ、はい、こうお笑い界でも結構コロナ禍で辞めていくやつとか、うん、なんか舞台立たなくなるやつとか結構いるんですよ、うん。コロナだからまずそのイベントごとが中止で、もちろんそういうなんだろう、テレビとかラジオとかそういうのも出演もどんどん減っていくみたいな中で、じゃあなんで自分はお笑いをやってるんだろうとか、なんで芸人をやってるんだろうっていうところにぶち当たる、うん、あの後輩とかも結構いて、僕自身も実はそうだったからね。ああそうですか、こんな明るい衣装着てますけど、はいね。いや実は本当にコロナ禍に俺芸人辞めようと思ったからね、うん、本当に仕事が全くなくで、一応なんかそのじゃあ YouTube とかやってみたらどうですかとかね、勧められてやったりもするんですけど、なんか自分たちがじゃあなんでこれをやってんのかっていうのがよくわからない。今まではお客さんの前でやってお客さんが喜んでくれる顔があるから、まあ、例えばこうね、お金がもらえなくてもやりがいみたいのを感じてたんだけど、うん、なかなかコロナ禍ではそのお笑い芸人でもやる気が感じられなくなって、でもっと言えば医療現場の人とかはやっぱりコロナ禍って、ね、やっぱ必要じゃん、はい、で必要な人にやっぱり仕事があるわけ。じゃあ仕事がなくなっていく俺たちって社会に必要とされてないんじゃないのっていう気持ちまで本当なって、うん、だったら俺たちがやってることやってきたことって意味なかったんじゃねえのっていう気持ちまで本当になったんで、うん、俺本当に1年前ぐらいマジで辞めようと思ったからね。それを、まあ、落ち込むことはありましたけど、うん、僕 そこまで気持ちが落ちるって感じじゃなかったんですけど、うん、でそうなった時は、うん、どうやってこう向き合うんですか、それに対しては。だ無理やりさ、やっぱりこうコントとか笑えることを作ってみてやるんだけど、やればやるほど辛くなってくる。こう無理やり、これ誰が喜んでくれるのこれ、うん、でもっと今俺がいなくてもね、みんな今 YouTube だなんだよって簡単にこういろんなこうバラエティーだと見れるじゃない、うん、ってことは別に俺がいなくなっても他にも代わりいくらでもいるさっていうマインドになってくるから、正直どうやってクリアしたかっていうと、もう俺は体を動かすことにシフトしていったという、もともと動かしてたんだけど毎朝なんか僕だからがんになって、病院の上で2ヶ月間ベッドの上で過ごすっていう体験をしたんですけど、そうなった時にあなんか俺息することしかできねえやっていうその体験をして、そっからあ俺もう終わったなっていう体験をしたんです。その体験をしてからでも息をすりゃ生きれるなっていう、うん、息してる分には生きれるなっていうのはそんな体験から得て、でコロナ禍もそうなんですけど、うん、ちょっとね朝外に出てさ、なんか恥ずかしいんですけど、はい、太陽浴びながらずっと、はあはあ、っていうことからやってました、うんうん、マジで、うん、マジで。でも確かに、うん、まあ僕も、うん、一時期すごくこう、うん、落ち込んだ時ってありますけど、うんうん、ああいう時って息の仕方忘れたりしますもんね、人って浅くなってんだよね。ね、それありますよね。プレッシャーを感じたり何かストレスがあると、うん、息が浅くなって息がしづらくなって、でもその自分に気づかないんですよ、うん、で僕はその入院したという経験から、うん、息しかできないっていう体験から、でも息すりゃ生きれるっていう方向にちょっと変えて、じゃあそれ苦しい時期でもとりあえず息してれば明日を迎えられるかもっていうことにちょっと考えをシフトして、そこから徐々に次の日は息するだけじゃなくて、じゃあちょっと歩いてみようとか、うん、その辺周辺散歩してみようみたいな、そういうことをとにかく毎日ちょっと何かをやって何かをクリアする、クリア体験って自分では僕呼んでるんですけど、何か一個クリアすると
あ、俺は何かをできた、うん、これは誰のために役に立てるかわからないけど、とにかく何か一つハードルを超えたっていう経験をとりあえず自分にこう貸していこうって言って、それがもう簡単なことでも、うん、でそれでなんかちょっとずつちょっとずつ乗り越えたっていうかね、うん、どうにかこうにか生き延びたって感じはするけどね、うん、自分の中では自分の中でこう日々の生活の中でそうやってクリアするものを作って、そう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 、そうこれって結構俺大切だと思うんですよ、うん、なんか悩んでる人とかやっぱり自分は何も役に立ってないとか自分は何もできてないってことでさらに自分を追い込んでいくと思う、うんうん、僕もそういうところあって、だったら何もできてないんじゃなくてこれはできた、だからプラスをいっぱい増やしていく、うんうん、それは難しいことじゃなくてもいいんですよ、だから僕お家の皿洗いだったり洗濯だったりもそうなんだけど、今日洗濯できたとかで今日皿洗いできたみたいので、ちっちゃなクリアをたくさんこう積み上げていくようにすると脳みそが少しプラスに働いてくるのかなっていう感じ、うんうん、だからマジャーさんは自分の中でそうやってプラスに持っていくっていう工夫をされてて、菊田さんこれマーちゃんさん例えば今コロナ禍の話もありましたで、大きな病気をした時にやっぱりそういう気持ちになったという話もあって、やっぱ環境が変化する時に大きな環境の変化があった時にやっぱこう気持ちが落ち込んでしまうっていうのはあるんでしょうね。はい、もちろんあるかと思います、うん、まあ、この自殺という部分に関して、申し上げましても、やはり自殺っていうのはいろいろな状況の変化、また心理的状況の変化、こういったものはもういろいろな要因の積み重ねによって起こるものでありますので、先ほどお話があったお仕事の問題とか、でまたお仕事ができなくなると今度お家のにいる時間が長くなる、でそうなってくるとまた家庭内での問題だったりとか、子どもたち若者に関しては学校での問題だったりとか、そういったものがいろいろ積み重なる中で心理的に追い詰められて、そういった行動に追い詰められてしまうということはあるかと思います。だから俺さ、そういうコロナになる前とかその入院する前はさ、なんかこう笑えたら次の日を迎えるとか、笑いが今日一日笑えれば次の日迎えられるとずっと思ってたんだけど、それはもちろんなんだけど、笑いさえも苦しい人たちがいるじゃないですか。笑ってる人たちを見ると、なんでお前たち笑ってんのと、俺こんな苦しいのにお前ら笑うなって攻撃的な感情を抱く人いっぱいいると思うね、はい、俺もそうなった時期もあったし、だからそうなると実はこう笑える日々を過ごすよりもホッとできる人たちに囲まれたり、ホッとできる一日を過ごすっていうことの方が大事になると思うわけ、うん、要するに笑う前の状況、笑える状況を作る、だからそこには無理してなんか笑わせたら、無理して楽しいことをするんではなくて、安心できる環境、安心できる仲間、うん、友達っていうのをにそばにいてもらうっていうのもすごく重要かなと、入院の経験も含めてね、僕は感じてますけどね。その辺はどうですか、やっぱり悩んでることに対してね、もちろん話を聞いてくれる誰かが隣にいればいいですけどね、そういう時で悩んでる時ってなかなかね、はい、周りにも打ち明けられないこともあると思いますけど、はい、はい、うん、そうですね、うん、沖縄県の方で、はい、また相談窓口というものを設置していますので、うん、はい、そちらの方をご紹介させてもらってもよろしいです。はい、はい、うん、はい、相談窓口、はい、ですね、自殺は、過労だったり生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など、様々な悩みに心理的に追い詰められた結果であることが分かっています。悩みを一人で抱え込むと問題が複雑になったり、深刻になったりすることがあります。そのためそうなる前に誰かに SOS を出し相談することが大切です。そういった死にたいと考えてしまっている方の、身近に自殺の危険サインを出している人に気づいた方、そういった方の心に関する相談については、総合精神保健福祉センターのほか、お住まいの市町村や保健所などでも相談することができます。また沖縄いのちの電話では年中無休で午前10時から午後11時までご相談いただけますので、こういった相談窓口をぜひご活用いただけたらと思います。
またあの相談窓口に関しては、これだけではなくて、さまざまな相談窓口ありますので、今ご自身が悩まれていることに関する相談というのをぜひ、自分自身お一人で抱え込むのではなくて、そういった窓口活用しながら少し悩みを打ち明けていただけたらと思います。これは本当に悩んでる人、心が潰れちゃってる人にとってはね、その話を聞いてくれるとか共感してくれるっていう人がそばにいるだけで相当助けられるからね。これまあ本当に、まあ、自分も心がビエッて潰れちゃって、もう退院後が僕実は辛かったんですけど、結構でなんかどうしようもねえから、なんか夕日とか見に行って、で夕日見たらブワーって涙がわーって出てきたり、もうあやばいじゃないですか、もうその時点で。だけど俺はなんかそういう自然にも助けられたっていう気持ちもちょっとあるんですよね。だから夜になるとずっと月見てたりね。なんかそうするとあの、ね、もしね、なんか周りに聞いてくれる人とか、ね、こうやって、話を聞いてくれるところに電話ができないもし人がいたとしたら、ちょっと自然を頼りにするのも俺はありかなと思ってます、うん、めちゃくちゃ、沖縄周り海に囲まれて、で気づかないな、やっぱり自分のことでいっぱいいっぱいとか自分の悩み抱えてたら本当に見えなくなるから、でふとその朝さ、朝日を浴びながらこうってずっと空を見て青空を見るってこともね、生活の中ではほとんどないかもしれないから、そういう自分がに気づけたらちょっと客観的になれるから、その時にもしかしたらさっきのね命の電話とか、あ電話してみようとか、誰かに話してみようとか、ってなるかもしれないんで、それはちょっと今もし悩んでる人がいたらね、なんかそういうあの沖縄自然にも囲まれてるし、綺麗な海もあるし、ね、綺麗な夕焼けも見えるし、そういうのもちょっと、見てほしいなっていうのはありますね。なんかさっきまーちゃんさんが夕日を見てバーって泣きて、これやばいと思ったって、ね、話してましたけども、でも実はやばいことじゃなくて、それが自然というか、本当に、自分でバランスを整えようとしてるっていうだけなのかもしれないですね。本当にね、だからね、だからその時は俺さ、今までこの人生で夕日見て泣くなんてことは考えられなかったんだけど、ただその日に見た夕日は今でも覚えてる、泣けるほどの夕日を見れたっていうのは、その時はねすごいマイナスな感情だったんだけど、今あれぐらいこういろんな感情が高ぶって、あこう夕日を見つめたり、沖縄で生まれてよかったって思えた日はなかったかな。なんかそういう自然もそうだし、より自分がね、生きてることでこう当たり前のように呼吸したり何かを食べたりとか、そういうことにちょっと向き合ったり、客観的になるっていうのもいいのかなと僕は思いますけどね。本当に心潰れちゃってたら本当にもう塞ぎ込んじゃって誰にも話せない、だから自殺したいって、もう俺なんかいなくなってもいいって思うはずなので、その例えば自分の家族であったりとか、友人とか仲間の中でそういうふうに気持ち落ち込んだりとか、本当にもう死んでしまいたいって思ってる方がいた時に、なんかどうしたらいいんだろうっていうのも考えますよね。今言ったみたいに本当にね、話しかけられても話せる状態じゃない時もあるでしょうし、そこはやっぱこう当事者の方もそうですし、周りの人たちっていうのもこうどうしたらいいんだろうっていう人多いと思うんですよね。はい、そうですよね。やはりあの身近な方っていうのが、その実際に悩まれている方 の、 あのお話を聞く上で、あの本当に大切な存在になってくるかと思います。そういった意味で、あのそういったあの自殺の危険サインというか、そういった悩みを抱えているということに気づいた方に関しては、あのぜひその方の悩みを聞いていただきたいとは思うんですけれども、やはりあの、まあ心の荷物みんなで半分こありますように、やはりそれをあの周りの方お一人でまたその悩みを抱え、聞いて、またその方が抱え込むっていうのも
なかなか大変なことだと思います。ですのでその気づいた方がまたその悩んでいる人ご自身だけでなく家族の方、友人の方がそういった先ほど紹介しました相談窓口を活用いただくっていうのもいい方法かと思いますので、はい、同じようにご活用いただけたらと思います。でもしかしたら周りの人は心配だからさ、ね、落ち込むなとかもっと頑張れとかってそういう声のかけ方もねしてくれるかもしれないけど逆にそれがプレッシャーになる場合もあるかもしれないからなんかまずは話を聞いてほしいですね。とりあえずね、うんうん、悩んでる人がいたら、はい、それでなんかまあそばにいてほしいです僕は、うん、それは町田さん自身の経験で。そうそうそう、うん、さ何も言わないでもさそば、うん、にいてくれるだけでめちゃくちゃホッとするのよ、うん、そういう時って。でそばにいて何も言わずに1時間2時間過ごすしてくれる友達とか知り合いとか家族がいるだけでちょっとね柔らかくなるんですよ、うん、本当はさこのそばにいる人も何かをね言いたいんだろうっていうのも何となくこっち分かんのよ、うん、分かるんだけどでも何にも言わずにそこにいるだけっていうのはねこれはすごい助けられる。うん、うん、だから、まあ、これがもしかすると人間の温かさとか、うん、だからね物言わなくてもね伝わるのは伝わるんですよ。うん、しやっぱりそういう人を多分求めてるんだと思うんですよ心が潰れてる時って。でなんで自分がとかねなんで自分ばっかりとかってなってるんだけどそうじゃなくてそうやって1時間でも2時間でもずっとこうそばにいてくれるっていう人がいるっていうだけで安心感があるからね。なんかそういうのはとっても大切かなと思います。さっきの命の電話なんかもでもそうですよ ね皆さんの悩みを聞いてでそれをうちの父ちゃんがやってたからさ。ああそうですか。そうそうそう、はい、命の電話の電話当番、はい、週末になったら電話当番行ってこうなっつって、俺知らなかったけどその命の電話が何なのか。でお家にその、ね、ポスターとかも貼られてたんだけど週末になると俺の父ちゃんが出かけていってなんかその電話当番してくるって出かけるんだけど、うん、一回その現場にお前も来いって言われて連れて行ったことがあって、そう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 、まだ黒電話の時代ね、はい、そしたら電話かかってきて音が電話取るんだけど何にも言わないずっと、はいそうですねそうですねって聞いてるわけ、うん、それ40分50分ぐらい何のアドバイスとかも何もない、うん、だこれ何なのと思いながら俺は父ちゃんを見てたんだけど、でも今自分が同じような状況とか同じような人生ってねやっぱ楽しいことばっかりじゃないからってなった時にああでもこれはありがたいしホッとするなっていうのは、うん、今になってようやく気づきました。そう、うんうん、だからもしかしたら電話だから声だけかもしれないけどでもそうやってね声を自分のことを聞いてくれる人がいるっていうだけで少しね何か一歩前には進めると思うんで、うん、それは利用してほしいですね、うん、めちゃくちゃ、うんうんうん、なんか周りからすると励ましたくなったりとかあるかもしれないけど まずは そばにいてくれたりとか聞いてくれるだけでもいいと。でもいい。いやこれ、まあ、今いろんな話を聞かせてもらってますけども、うん、この菊田さんこの沖縄県として、はい他に自殺対策を行っていると思うんですけども、はい、こちらもちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、はい、分かりました。はい沖縄県では、様々な自殺対策に取り組んでおります、まずこちらです、沖縄県では自殺対策強化月間パネル展を開催します。3月が自殺対策強化月間になっていますので、その月間に合わせて、沖縄県における自殺の現状や、自殺対策の取り組み相談窓口相談員のメッセージなどを紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。イオンハエバルショッピングセンターでは3月1日から3月7日までの1週間、イオン那覇ショッピングセンターでは3月8日から3月14日までの1週間パネル展を開催しています。これ3月がその対策強化月間ってやっぱり3月はなんかそういうなんか落ち込む人が多いとかそんなのもあるんですか。
やはりですね、まあ、3月に限らずではあるんですけれども、うん、やっぱりその時々の環境の変化が大きい時っていうのは、自殺者が増加するという傾向はありますので、3月いろんなものを卒業したり、ね、引っ越ししたり環境も変わる時期だし、うん、だ自分ではねなかなか気づけないっていうのもねあるから、なんか自分の環境が変化した時になんか自分が塞ぎ込んでると か、うん、なんかそんな思ったらもちろんね、そういうパネル展とかもねもちろん見てほしいし、なんかいろいろ調べたりっていうことができるんであればね、いろんなもの利用してほしいですね。はい、ね、沖縄県の方で他にも取り組み、はい、行っておりますので、はい、また紹介させてもらいたいと思います。はい、はい、続いてこちらなんですけれども、沖縄県自殺対策フェイスブックチムグクル休憩室を、掲載しております。自殺対策に関する情報を発信しておりますので、こちらの方ぜひご確認ください。じゃあ SNS とかを使っても、うん、そういうところにアクセスもできるってことですね。はい、ね、はい、まあ、それぞれいろんな、ね、自分がこう、うん、アクセスしやすいものってありますからね、うん、SNS でもね、うんうん、とも、はい、続きまして、はい、はい、こちらなんですけれども、特に今回お伝えしたい内容になっております。はい、皆さんゲートキーパーというものはご存知でしょうか。はい、ゲートキーパーとは悩んでいる人に気づき声をかけ話を聞いて必要な支援につなげ見守る人のことです。特に資格が必要なものではなく、例えば、ご家族の方だったりご友人の方、同じ職場の方だったり、そういった皆さんがゲートキーパーになることができます。先ほどまーちゃんさんのお話の中でもあったように、やはりご自身が悩んでいるときにそこにやっぱり気づいて、うん、まあ、本当にそばにいてくれるだけでも、うん、すごく助けになったというお話もありましたので、そういったゲートキーパーとしての役割ぜひ皆さんに担っていただけたらと思います。沖縄県においても、県民のより多くの皆様にゲートキーパーの役割を担っていただきたいと考えておりまして、このゲートキーパーに関する養成研修というものを、事業として行っております。この事業というのは、県内の企業だったりあと学校もしくは市町村だったり、そういった団体の方でゲートキーパーについて勉強会を開きたいというご希望がありましたら、そちらの方に県の方から研修の講師を派遣する形になります。そこで研修の中でゲートキーパーについて学んでいただいて、うん、実際、日々の生活の中で活躍いただきたいと思って、事業を実施しているものです。実はこちらこの派遣事業に関しては今年度の分の、募集というのは生協でもう募集受付は終了してしまったんですけれども、はい、また次年度以降も同じように研修は継続していく予定ですので、また次年度以降こちらの方もご活用いただきたいと思います。でまた今すぐにでもゲートキーパーについて学びたいという方がいましたら、沖縄県地域保健課のホームページの方からもゲートキーパーに関するその研修のテキストというものを、ダウンロードすることができますので、そちらの方でまた学びを深めて、ぜひ日々の生活の中で生かしていただけたらと思っております。これだけいろいろ、まあ、沖縄県としても対策をしているということですよね。うん、いや今日、ね、まーちゃんさんがいろいろと自分の体験談の中から話してくださって、はいはい、やっぱお笑いやってるとね、なかなかこういう部分って出さないことが多いので、ね、でも今まーちゃんさんが話してくれたことで、うん、見ている方にいろんなヒントだったりとか、その当事者の周りの方々にも気づきがあったと思うんですけれども、うんうん、改めて見ている方々にメッセージありますか、まーちゃんさんから。ね、悩んでる人が見てったら、うん、なんかそばにいてくれる人を探しても欲しいけど、ね、俺は自分がなんか本当に心が潰れちゃってもうどうしようもなくなって、だけど今実際こうやってなんとか生きてるわけですよ。これ振り返ってみるとなんかね、悪くないです人生。うん、なんかこれが人間のしぶとさかなと思うんだけど、なんか嫌な時をプラスに変える力はどうやらある、うん、人間は。俺はその時はもうないと思ってた、うん、
だけどなんかね、もちろん時間が解決してくれとかそんなこともあるんだろうけど、あのね、さっき言ったみたいに、あ、俺は息ができる、うん、あ、俺は朝起きれるとか、なんかできることを本当に一つ一つクリアしていくと、なんか悪くないですよ。悪くない未来が待ってると思うんで、うん、うん、でもしその悩んでる人が周りにいる方が見てるんだったら、ちょっとね本当にそばにいてほしい、うん、本当にそばにいて、これちょっと話それるけど、もし自分が好きな人が悩んでたら本当にそばにいてあげてください。あのね、めちゃくちゃ助けられますそれは、うん、なのであのぜひ何も言わなくてもいいので、なんか、うん、そばにいてくれるだけでいいのでとは思ってます、うん、はい、ありがとうございます、うん、いや、ありがとうございました、うん、さあ、チムグクル休憩室スタジオ、今回はご存知ですか、沖縄における自殺の現状というテーマでお送りしました。いや、今日は本当にいろんな話を聞かせてもらいましたけども、ね、どうでした、まっちゃんさん。本当にいろいろ菊田さんのプライベートとかも聞いたから。いや、でも俺ちょっとさ、大変だと思うのはさ、沖縄ってだから自殺する方が増えてるとか、人数がこんだけいて、お仕事してても、うん、なんかそういうのって数字とかで見ても落ち込むわけでしょ。もう数字じゃなくて一人一人のなんか人生をなんか背負ってるような、うん、なんか感じになりません？まあ、あの、もちろんあの私一人で、あの、抱えてるわけではなくて、はい、あの、同じように自殺対策に取り組んでいる方、はい、県の職員、あの、保健所の方だったり、精神保健センター、また市町村の方でも、あの、様々な取り組みされています。あの、そういった方々と、まあ、一緒に今力を合わせながら、あの、取り組んでいるところですので、はい、聞く雑談はどうでした、まーちゃんさんの今日の話聞いてて。そうですね、まーちゃんさん本当に、ラジオでもやって、あ、はい、聞かせていただいてます。まだ舞台なども、はい、すごく活躍されているということなんですけれども、はい、まあ、そんなまーちゃんさんでもやっぱり、うん、こういった、ご病気だったり状況の変化によってすごく落ち込む時期もある、まあ、そういった意味でやはり、あの、自殺の問題っていうのは本当に誰にでも起こりうる問題なのかなと感じております。この番組見ていただいている皆さんにも、またその周りの方にも、あの、起こりうる問題かと思いますので、やはり、あの、この番組をきっかけに、また、あの、改めて、あの、そういった、あの、視点を持って、あの、ちょっと周りのことを気にかけていただけたらなと思います、うん、まあ、そういった意味で、あの、この番組、あの、こういった形でお送りすることができて本当に良かったなと思います、うん。いや本当にでもね、まーちゃんさんをずっ と,、うん、とずっと明るくて、うん、でずっと喋ってるみたいなイメージがある先輩ですけども、でもそんなまーちゃんさんでもやっぱりそういう気持ちになる時もあるし、うんうん、もちろんもちろん、菊田さんが言っていたみたいに、うん、どんな方でも悩む時があったり落ち込んだりする時があるということですから、うん、まあ、この見ている方々がね、今日の配信がヒントになればいいなと思いますし、うん、やっぱこう普段からこういうお話がそうだな、本当にできるようになると、ね、もうちょっとみんなそれぞれの荷物が軽くなるのかなっていう、学校とかね、はい、まあ、いろんなグループにそのゲートキーパーのいろんなこの教えみたいなのが分かる人が一人でもいたらね、なんか相談もしやすくなったりね、するからいいですね、はい、今日は本当にありがとうございました。この YouTube 番組はパソコンやスマホがあればいつでもどこでもご覧いただけます。沖縄県地域保健課のホームページからジャンプできますので、今後もチェックをよろしくお願いします。あなたの心の荷物半分こになれますように。それではまた。